はい、皆さんどうも、コントビー、とびっきりに楽しいことをみんなと、アイドル声優系 VTuber の青山とびーです。よろしくお願いします。はい、ということで、夏といえばホラーゲームやっていきましょう。夜回り。よいしょ。ホラーゲームあんまり得意じゃないんだけど、やっぱり夏の実況といったら、ね、ホラーゲーム、やっぱコンテンツとしてあげないわけにはいかないでしょうということで、今日はやっていこうと思います。夜にやってるから、ちょっと、声のトーンだったりね、ボリュームだったりもちょっと抑えめでいこうかなと思っております。では始めていこう。夜回りはね、やってみたいなと思いつつもなかなかできず、ずるずるとここまで来てしまい、もう3番ナンバリングで言うとなんか3つぐらい出てると思うんだけど、ポロ、やっぱり戻ろう。もう一回ポロ、やっぱり戻ろう。これなんだっけ、この標識なんだっけ、通行止め、進入禁止本当に免許持ってんのかいって話だけど、なんかそんなトンネルがあるね。行くよポロ。ウォン、歩行キーで移動します。あ、トンネルの中じゃなくてこっちに行くのね。 RB を押しながら移動で走ります。ああ、これね。ああ、ゲージもちゃんと。みん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 、なんか通ったよ。なんか通ったけど大丈夫そう。なんかこのイラストのタッチっていうの、なんかこの感じ的には、僕ホラーゲームってそんな得意じゃないんだけど、ああすごい、ちゃんとフォロでいけなくなる。あ、そう、ホラーゲームあんま得意じゃなくてなんだけど、なんかこのイラストのタッチ的にさ、ちょっと可愛らしいじゃん。なんかだから、そう、なんか僕でもできるんじゃないかなと思ってるんだけど、 LB を押しながら移動で平行移動。はいはいはい、これね。そう、だから最後までできたらいいなーなんて思ってるんだけど、お、石ころ、視界内にアクション可能なものがあると頭上にハテナマークが表示されます。ほう、アクション対象に近づくとハテナはびっくりに変わります。びっくりが表示されている間は A でアクションを行います。ポロー、遊ぶか石ころ。お、プラス1、小石を拾った。アクションする対象により起きる効果は変わります。いろいろなものにアクションしてみましょう。はい、止まった。お、 Y で使うアイテムを選択できます。 Y、 なるほど。 A、 なんだ、 A、X、 違うおい、お勉強小学生からか。 AYXB いずれかを押して決定。 X でアイテムを使用します。えい、あっ、ポロ、ああ、え、すごい、なんか柔らかいタッチのはずなのにすごいリアルな血のつき方してる。え、下落ちちゃったの？ああ、やばい、この引きずられるリードが悲しい、ってか辛い。ああ、帰ってきた。ただいま。おかえり。あれ、ポロはどうしたの？ね、姉ちゃんかな、逃げちゃったの？姉ちゃん、ポロが。私探してくる。あ、姉ちゃん、違うの、お家で待ってて、必ず連れて帰ってくるから。大丈夫、私一人でも見つけられるから。違う、そういうことじゃないの。あー、行っちゃった。あー、ちゃんと事情説明しないと。お姉ちゃん遅いな。あ、ずっと待ってたんだね、夕方から。探しに行こう。やめとこう。いや、やめとこうもおかしいか。探しに行こうかすごい、意見が
ああ、もうここから探索な感じかな。これなんだろう。これなんだ？ただの落ち葉？これポルのお家でしょ？家にはまだ入れないっぽいね。探索していくか。マップとか？ああ、見れる。なんかこの、小学生か、まあ、幼稚園はまだあれか？なんかこの この可愛らしい字の感じが。でも、ホラゲなんだよね。ノートを開く。ノート。ああ、なんかアイテムみたいな感じかな？じゃあ、探索していこうか。お！思ったより大きかった。この自動販売機のビーン音。ここは入れない。やっぱ人様のお家だからね。入っちゃいけないのかな。なんか今んとこ、こう夜道を。歩く感じで怖くないって音したんだけど、なんか見えたな。ちょっと待って、マップ開いて、目的っていうかなんか、お姉ちゃんを探そう。ざっくりしてるな。なんかいるんだよな。すいません。ああ、いっぱいいる。音を立てない方がいいのかな、これ。どうだ？姉ちゃんを探そう。こっちいるってことは、反対側行った方がいいのか？あ、スタミナが、危ない危ない。あ、こっち行き止まりか。ちゃんとスタミナ管理しないといけないんだな。ちょっと難しいな。なんか、夏ってさ、夜外歩きたくならない？なんかこう、お散歩に出るとちょっと気持ちよかったりするんだよね、個人的に。あ、なんだあれ。お地蔵さんだ。これは？なんか光ってない？気のせいか？でもとりあえず、棒人間今みんたいとなこ、ところ行こうか夜ないといけ道ないっを。ぽいね。スタミナ温存して、失礼しまーす。いない。あれ？さっきこの辺にいなかった？あれ？セミの声が止んだ。すいません。何勝手に。待って、違う。何？どうしたらいいの？早い。わしゃわしゃ。待って。ちょっと待って。なんかないの？なんかないの？どっかになんかないの？行き止まり？あ、巻いた？あ、巻いたのか。なんかさっきのお地蔵さん、ちょっとマップ見よう、一旦マップ見よう、一旦。お地蔵さんとこ行きたいんだけど、どっくん？どこから？あ、これ、なんかいける？ちょっと待って、なんか隠れられたりしないっけ？待って。怖い。なんか、もう、なんか全然書けないとこ来てない？なに？こっちダメ？ああ、姉ちゃん。びっくりした。いたじゃん。帰ろう、姉ちゃん。びっくりした。私を探しに来たの？こっちに来て。なんで押さないで。この草むらに隠れてて。目をつぶって。何があっても目を開けちゃダメ。何があってもよ、一択しかない。運しかない。はい。すごい。リアルな布ずれの音が。お姉ちゃん？ A を押してください。はい。いやいや、お姉ちゃんいないだけでその演出いらん。無駄に怖いわ。やめて。お姉ちゃん？どこ行ったの？俺、あ、何？隠れ、あ、おお、びっくりした。その隠れるモーションでびっくりした。なるほど。A かな？ A で。ああ、なるほど。一つ術を覚え、
術ではないか一つ覚えたね、できることが。お姉ちゃん先にお家に帰ったのかな。なあこの語尾にあーとかあるのなんか子供って感じだねお家に帰ってみよう。もうだいぶ来ちゃったけど、スタートで地図を見ることができます。なるほど、だいぶ来たな。とりあえずちょっとあのお地蔵さんが対向向かい側にあった。お、なんだ、なんか光ってる、なまった、光ってるお姉ちゃんのかな、ライトなんだよライトライトをつけてみよう。おお怖いって、あきれそう。え、こ、あ、やばい、あ、もしかしてこれ使えよってこと、使えよって習ったから使えよってことね。あ、え、あ、あ、す、あい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 、いける、お前ならいける、お前ならいけるよ。あ、でっかいやつじゃん、これ。ビビ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 、リアルだったらもうダメそうだけどね。だって目の前で隠れたからね。どっか行って、どっか行かない、どっか行かない、どっか行か、誘ってるみたいやどっか行ってくれない。あ、あ、ちょっと動けないんだけど、動けないんだけど、どっか行ってくれませんか。ちょっとここでお茶飲もう。あー、よし。え、これもしかして思い切りが必要なところ。あ、ちょっと邪魔ですちょっと待って草むら結構ガードしてくるのね。いける、おお、よし、いけるぞ。こっちか、あれ、そっち柵されてたっけ。この看板は、あ、看板もいける。なんとなしにやったけどよかったんじゃないか。出てみる、近いか。おお、って、俺やないかいいるじゃんえ、どうしよう、振り切るのが、振り切る必要がある。あ、わしゅ、わしゅ、おー、あ、ダメか。あ、もう隠れてる状態は完全に無敵。あ、なんかもうバレてるっぽいけど大丈夫そう。すごい鼓動打ってる。え、もしかしてもうダメこれ。いや、いける、諦めるな。お家に帰るぞ。あったかいご飯を食べるんだ。あ、いける、いけるぞ。あ、スタミナがない。合ってる？ちょっとマップ見ようか。ぐるっといけるんじゃないか。なんか意外と、お、はてな、なんだ。あー、そういうことね。なんかキラーンってやつとか拾った拾ったけど、ああいうアイテム系もちゃんと集めていきたいところなんだけど。おお、金だ、10円玉大事よ。この年の10円玉はもうウハウハよ。ここ何？あ、あ、いる、なんかいる。あ、あー、ダメ、見えないとこ行って、あー、地蔵さんね。あー、ダメだ、やっぱ見えないとこには行っちゃダメだ、当たり前だけど。ちょっとキラキラ先に、地蔵に10円玉を備えると中間セーブができます。なるほど、ちょっととりあえずこれ拾えない。あ、あ、なんかどこー、お参りしよう。あ、したいのは山々なんだけど、いや待って、あ、わかった。ゲームのシステムがいたずらしてくる。ゲームのシステムがいたずらしてくる。負けるぞ。負ける。いける。お供えするぞ。私はお供えする。お地蔵さんに10円玉をお供えする。うん、やだ。うんでしょう。よし。
OK、これセーブってことで、今セーブができて、で、こっち行けるから、お家どこだっけ、マップ見よう。私、公園、お家、なるほど。ちょっと、何も食らわずに、何も死なずに、ちょっと、お家までは行きたいな。ちょっと、こんな、しょっぱなから死んでられんからな。この、鼓動はずっと鳴ってるのかい？落ち着かないんだけど。ちょっとこっちモヤモヤ撮りたいな。とかってやってるから捕まったりすんのかね。どう？いいね。よし、お家帰ろう。もう知った。お家でしょー！いるってうるさい。夜だからね。低いトーンでやってるのにせっかく。怖い。この音が怖い。あの、虫がね、当たるとバチバチってやつの音がする。お家どこ？もうちょっと下か。あ、いるね。ああ、なんか、あ、待って、怖い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 。まだ触れていい相手じゃないだろ。これ何？あ？びっくり。あ、こうか。古い小さな神社だ。手入れをする人もいなくてボロボロになってる。おい、そんだけかい。あ、地蔵。え、待って、地蔵？これがさっき見たあのお家の隣の地蔵か。これお供えはできるの？待って、アイテムみたい。アイテム、ああ、違う。そう、箱コンだからこういうことが起こります。いや、関係ないな。ノートを開くか。あれ？さっき、あれか、一つしか拾ってないから、お供えはできないかな。一応やってみる？一回やっとく？あ、できる！いくら持ってる？おお！あ、どうすればいいの？あ、お供えしといてよかった。え、これ捕まっちゃうんだ。避けなきゃいけないんじゃん、マンホール。気軽にマンホールの上通れなくなっちゃったじゃん。帰ってきたよ。お姉ちゃん？お姉ちゃん2回目のお姉ちゃんは何だろうお姉ちゃん、お姉ちゃんがいない。たったった、ただいま。セーブした。おお、あしゃ、あ、あ、あしゃ、あしゃとか言ってたうんうんとやだ、かわいいねよし、読み込み中。お、夜の街、いなくなったポロをお姉ちゃんは探しに出かけました。でもお姉ちゃんも帰ってきません。私はポロとお姉ちゃんを探しに夜の街へ行こうと思います。危ないよまだそんなに遠くへ行ってないはず。 B、 おお、私の部屋？部屋にある机を調べる。ん？部屋にある机を調べる。ん？ん？部屋にある机を調べるとダメだこれまでの進行をセーブできます。セーブしま、あー、はいはいはい、まあまあ今したからね、大丈夫でしょう。あら、かわいいじゃん。ここね、おもちゃ箱みたいなね。で、これが二段ベッドで、どっちかがお姉ちゃんかな。ランドセルとクマのぬいぐるみとね。ここはなんだ？トイ、乗って洗いかな？なんだろう。特にやることはない？セーブだけか。降りるか。なんかこういう観葉植物ちょっと欲しいんだよね、今。なんか、こうね、モニターの前でゲームやってるとさ、ちょっとなんか、なんか緑みたいじゃん、僕だけなんか欲しいななんて思ってます勝手に買ってください。じゃあお外行こうかん、何、早速ハテナ、なんだ、あ、ちょっと難しい。あ、
犬用のお家だ。今中にポロはいない。ポロ。まああとは探索探索って感じか。この赤いバッテン印みたいな、あそこだけちょっと行ってみるか。で10円玉はさ無限なのかな。あ、忘れていた、夜の街は怖いということ。ここ行ってみようか。公園だよね。あ、何？マリがぴょんぴょんしとる。あ、待って、ここ危ない、もしかして。危ない、いけない。あ、ダメ、これ照らしちゃダメとかあるかな。石ころ、あ、使ってみる。あ、違った。怖い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 、わかんないわかんない。あ、登れる。あー、なんだ、あ、いっぱい落ちてる。あー、やっぱ公園、さすが公園。やっぱす、あー、パズルのかけらさん。あ、そっか、アイテムメニューね。ちょっと待って、ノートを開くで、あ、項目の切り替え、あ、これで切り替えられるんだ。もし、拾ったお金集めると買い物したりお賽銭に。小石、これ個数は見れないのか。今小石3つあったけど表記は1個だもんね。パズルってのは何だろう、後々分かるんかな。まあいいか、とりあえず進めていこうか。はてな、どこ。あ、滑り台だ。古いから乗るとグラグラ揺れるよ。危ない、早く帰ろう。なんかいたりする。あ、引っかかった。ドックドック、ちょっと待って、あ、やばい、あのマリーもしかして動いてる。あ、やばいやばいやばい、 JK みたい、やばいってなっちゃった。スコップ、いこれいけない。あ、いけた、やる。ちょっと待って、絶対に触れちゃいけないでしょあれ。駆け抜けるぞ。あ、まあ、あ、まあ、出ちゃダメだ。あ、いや、ち、引っかかったって。え、スコップ、スコップなんか使えるんかな。あ、なんだこれ、公園の、あ、これなん、自分で撮ったのになんだこれって。スコップ、公園のスコ、なんか発音も合ってんのかわからんくなってきた。公園の砂場にあったちっちゃいスコップ、スコップおもちゃだけど、箱ぼれは、箱ぼれしてない、箱、スコップ、まあ箱ぼれっていうか、箱ぼれなんか物騒なスコップだな。スコップって箱ぼれっていう表現する、あー、なんかあった、表現するか。公園はこんな感じでいいんじゃないか。ほら石ころばっか。お賽銭しとく、お賽銭じゃない、地蔵さんしとく。もしかして限りある、10円玉って。あ、なかったらなかったって出るんだ。別のお地蔵さんまで移動する。あ、なるほど、ワープ的な。いやだ、一旦はちょっといいや。どこに飛ばされるかわかんねえ。あ、どこですか、どこですか。あー、いた、駆け抜けるぞ、私は駆け抜けるよ。あ、何、君すごいすごいとか言って。あー、待って、ちょっと待ってね。どこ行こうかな。あの、バッテン行こうか。行けるかな。行き止まりじゃなかったら行きたいんだけど。とりあえず垣根があれば安心。なんか音する。あー、地蔵、ここ、あ、どこですか。あ、あ、すごい。ちょっと、包帯毛玉ミイラ。包帯毛玉ミラ、あのバッテンに行ってみたいんだけど。あ、あ、ダメだ、結構いる結構いる結構いる、思ったよりいた、思ったよりいた。ちょっと回り道しなきゃいけない感じかな。これ通れないや、無理だ。え、何、え、なんか、あ、あ、
え、なんか落としたよね今。カチカチじゃないよね。え、怖いよ、やめて。いやいや、夜って怖いよ。あ、なんか、あ、これ10円玉だろ。うえぇ、自販機の下にお金が落ちてるって相場が決まっ、なんか嫌な、なんかいるところってこうなるっていうね、チカチカって。迷信かな。さあ、上からあのバッテンを目指そう。あ、上にいるっぽいな。あ、あ、あ、これ拾って、これ行き止まり、ダメです。あーあー、こっからダメだ、セーブしなきゃダメだ。もう一回、集めるか。いやー、マジか。ちょっとなー、ホラゲもそうだけど、そもそもアクションゲームというか、もうゲーム自体僕あんま慣れてないから、ダメだ、ちゃんとセーブしなきゃだ。これ集まってないんでしょどうせ。いやー、あれ、あれ、いない、周りいないじゃん。あー、引っかかる。じゃあ探索楽だね。ちょっとさっさと集めて、石ころで、パズルの、パズルのパズルのピースがあるんだよね。お、やっぱいる。どこだ、あれ、パズルのピースとか拾った。え、どこ、いる。拾ったことにはなってるんだ。じゃあさっきのスコップとかも、あ、拾ったことにはなってくれてるのね。なるほど、そんなに鬼畜じゃなかった、よかった。10円玉、あれだね、お地蔵さん。お地蔵さんまだセーブしてないところに10円玉備えたいね。かないか。お地蔵さんの場所は別にマップに表示されたりはしないのか。してもらえるとすごく助かるんだけど。これあれかな、敵の位置とかも変わるんかな。あ、ここどう、ここさっき備えたところか。なんか備えたよね。あー、ダメだ。でも、ちょっと待って、これダメ、もしかして糸止まっちゃダメ、びっくりした。この木の根っこがもうなんか悪魔の、なんだあれ、首走って、首じゃない、体が走ってる。あ、怖い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 。積んだ。石ころ投げてみる。っていうこと？今？あ、もうやばい。かきねかきね。あ、へ、バカめ。あれ頭回りそうだよね。ぐる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 。あ、なん？あなた、お姉ちゃんどこにいるか知ってる？って言ってる場合じゃない。あ、すいません。なんか区切りつくとこあるのかな？あの場って、どこ行こうかな。じゃあちょっとこっち側ちょっと探索して切り上げようかな。夜道そんな走っちゃいけません、本当に転びますよ。あ、おい、これ10円玉でしょ絶対。よしこんな小学生は嫌だ。よし、あ、こっちまだ来てない。あ、ポロ？何？なんかペタペタしてる。あ、くそ、そうか。ちゃんとね、歩道を歩いてね。あ、ポロ。あ、なんかすごい赤い、ぐちゅぐちゅ。あ、地蔵。これ備えよう。備えよう。ここにワープできるようになったんだよね、これでね。いや、移動はしない。とりあえずポロだよね。もしかしてずっとこの一方通行やばい？
ああ、勝手に。何？おびき寄せられて。あ、え、ポロ？あ、なんか頭でかくね？なんか、トリミングしたてのトイプードルみたいな頭してたけど。あ、それはさすがに。この、この体に対してその扉はちょっと、さすがにこの子には無理じゃないか？どこか別に入れるところはないかな？周りを探してみよっと。探すか。周り、マップ見てみようか。周り、とりあえず下降りてみる。あ、とりあえず下行こうか。これシャドウ走るじゃねえや、シャドウ歩いてった。ああ、ぐるぐるマンじゃん。あ、いっぱいいる。とりあえず歩道を歩いておけば間違いないってばあちゃんが言ってた。あ、これ捕まる？大丈夫？これ永遠に下行ける感じ？油断してたら来る感じ？あ、なんかいる。人手みたいな。あ、あ、おい、柵越えてくんの？マジか。え？いる？いる。取らせてください。すいません。あ、地蔵さん。ちょっと備えよう。20円ぐらいあるよね、あと。OK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 。ワープゾーンを増やしていこう。さあ、どう行こう。学校だからこっちじゃないか？なんか、あれだね。下ったのか、登ったのか知らんけど。また住宅街に来たね。なんかまたキラキラ見つけて拾いたいんだけども。お金がないです。あ、やばい。どこだ？ああ！じゃあ、びっくりした。夜だって、夜だって言ってるじゃん、やめて。うわーってなるたびコントローラーぶち壊しそうになるんだけど全然関係ないけどね。握力60あるからね。ちょっとしたプチ自慢だね学校じゃないよね、ここ。でもなんかありそうだよね。なにこれ。あ、ちょっと待って、もう一回もう一回もう一回。段ボールでできたテントだ。継ぎはぎだらけで今にも倒れそう。誰が作ったんだろう。だけか。ここ見れる。学校の横にあるお地蔵さん、そのそばの背の低い木の下に抜け道のメモを拾った。なるほど。メモを拾うことによって行ける道が開拓される感じね。じゃあ来てよかったんだね。あ、キラキラ。ああ、10円玉ナイス。ここはこんなもんか。メモが重要だったかな。で、これもちゃんと、あれだよね。持ち物の中に入ってくんだよね、これね。よしよし。これ見たりはできるのか？そういうわけじゃないのか。え？あ、あ、いえ。借りません。ノート開いて、小石10円玉、スコップ。これ何？箱でできたロボ。金色のガッシュベル思い出すけど。そしたら学校のあのお地蔵さんのとこの横の抜け道。下は気になるんだよな。こういうとこ行って潰しておき、やめまーす。帰りまーす。え、こっちも行きたい。こっちは何？あ、こっちから来たんじゃない？じゃあ逆にこっちは。あ、やばい！ぐるぐるマンがいる。ちょっと小学生の子がこんな夜道立ったか立ったか無理だって泣いちゃうよ普通。あ、スタミナごめんね、スタミナないのに走らせちゃった。それここじゃないの？この地蔵じゃない、あっちか。あー、でもちょっと待って、ここあいつがいた。おー、あぶねー、見逃しされた。危ない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 。後ろはずるいだろ。これ360度にライトつけたい。フラフープみたいなフラフープおい、あ、これね。これ捕まったらどうなんだ。これも死んじゃうのかな。学校の横の地蔵。あ、あ、どこのさやつかわかんないんだよね。ドクドクされても
恋？はっ、これが恋。あれ、学校のお地蔵さんってどこだ、こっちだっけ。やばい、記憶が。え、学校横のお地蔵さん、やばい、どこ。あ、これじゃない。でもこれ抜け道っていうか普通に最初からあったよね。あ、やばすぎ。え、石、石、あ、ちょっと待って、え、待って、一旦出す、一旦出すって感じ。石に反応したりする、これ。えい、あ、ダメっぽい。どうしよう、積んだ、もしかして終わったこれ。え、なんか別のがいる、別のがいる。あ、やばい、あ、やばい、これ。石投げちゃったな。なんかいいところでセーブかなんかしたいんだけどな、どうしよう。とりあえずどっか行ってもらいたいな。どっか行かない？また誘ったみたいな、ちょっとどっか行かない。あ、なんかリュック、今更だけど、このうさちゃんリュックかわいい。いいね。今じゃない？今じゃない？今じゃない。ちょっとあいつも呼び寄せて、あいつに気づかれないように。やばい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 よ。やばい、内なる出川哲朗が出てしまった。え、この目ん玉に気を取られてないでさ、360度見てないとダメなんだって。お前どこ、お前固まっちまったじゃねえか。どっか行ってくれよ。いえ、あ、なるほど。もしかして見られてない間は行けちゃう。そこ右往左往するのやめてもらっていいですか。いけるんじゃないか。怖い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 。これでもね、でもね、これ上にもう一体ぐらいいたよね。これ積むんじゃないか。あ、ちょっともう一体どころじゃない。やばい、これやばいんじゃないの、これ。え、これこれさ、あいつらどうする。え、なんで俺こんなに目玉と葛藤しなきゃいけないの。ちょっとこう勢い、もしかして。おお、ずるいだろ。ずるいだろそれは。あれ怖いんだけど、なんだよあれ。やばい、この子ずっと心臓病患ってるって。もうやばいって。え、やばい、これ今しかないんじゃない。出てくるよねきっと。もう一体いるよね。あ、いけたー、よかったー。違う、石ころじゃない。なんか地蔵いない。マンホールは踏まない、踏んじゃダメ。こっちか、抜け待ち、抜け待ち。あ、おうち、あ、おい、目ん玉やん。あ、ダメやないか。あ、何、あ、あ、猫、猫ちゃん、あ、キラキラ光、違う、ちょっとクリア。すごい、もう左右に振ってるライト。学校に入りたい。あ、でもお家に繋がるのかなこれ。あ、やばいやばい、なんかいる、やばそう。あ、耳だ。え、やばい、JK が発動してる。こういうこと？合ってた？え、ってかここ通れた？あ、なんだ、通れるのか。あんまり意味ないことしたかもしれん。これでマップあ、やばい、なんか落ちてる。人ん家のベランダ。乾いたティッシュ。いるかそれ。ゴミじゃないかただの。日にさらされて干からびてる。そういえば最近雨が降らない日が続いているよ。あ、そうなんだ。そうね。最近暑い。めちゃめちゃ暑い。けど、なんか、最近暑いけど、なんかまた最近雨が降り、ん？出した。ん？最近ばっかりだな。あ、あれね。これ風吹き、おっ、あっ、
くりした怖いよってこう耳うろうろしてんだよね。あで、あいつが言ったら拾おう、拾えるでしょ。 あれ拾えない。あれなんでダメ。あ、ダメだ拾えない。ダメなんだ。あもうダメこれ。だあ待って、ダメじゃん。そういうことなんだ、そういうことなんだ。どういうこと。危ねえ、終わったかと思った。何その掲示板、ちょっと見とこう。一旦田んぼの北側にある峠で若い女性が行方不明になっています。ちょっと読みそびれた。隅っこに、あ、隅っこに落書きがある。学校のプールのそばのお地蔵さん、その近くにある背の低い木の下に雪穴が隠れている。通った後は葉っぱで穴を隠すこと。お、同じか、さっきと。葉っぱで穴を隠すことが追加情報か、それとまた別の抜け穴か。あ、地蔵さんじゃん。お供え、よし、中間セーブ。これが移動はしない。中間セーブ完了か。ちょっと今日はこの辺にしておこうか。いや、慣れないホラーゲームでちょっと肩も手もコントローラーもバッキバキだよ。コントローラーバッキバキだったらもうゲームできないな。いや、でもそれぐらいちょっと手に汗握るというか、もうほんちょっとねじんわりしてる。ちょっとじんわり。いや、まあちょっと頑張ったということで多めに見てやってください。ということで今日はこの辺にしたいと思います。また次回の動画も楽しみにしててね。それじゃあまた、おつとび、バイバイ。